はいどうも皆さんこんにちは、ウェーンカウント社長です。どうも、今日なんですけれども、スーパーボールドに今乗り始めてね、1年経ちました。なのでちょっと1年乗ってみて、改めてねこのボルドールってどういうバイクなんだっていうのをちょっとこう動画にしたいなと思いました。僕のがですね、2013年式の、NC42 型の、まあ要するに前期みたいな感じになるんですかね、今の現行型の、1個前の型になります。まあそれをまあ中古で購入して1年間今乗ってますけれども、まあ本当にまあ確かにね優秀なバイクだなとは思いますね。燃費も別に悪くも、まあ V テックに入れなければですけど、まあめちゃくちゃ悪いわけでもなく、でまた運転もね、まあしやすい、まあ本当になんていうんですかね、扱いやすいバイクだなっていう感じはしますね。確かに教習車向けのバイクだろうなと。しっかり馬力感もありますから、まあ、4発ですし、まあ、音も最高だしいいなとは思います。で、まあ、実際ね1年乗ってきて本当にね、まあ、改めていいなと思うところと悪いなと思うところがあって、ちょっとあんまり良くないなと思った点、これをねちょっと伝えたいなと思うんですけれども、正直これも本当にね、まあ、個人的な意見になるんで、あくまでも、賛否両論あると思いますけれども、やっぱりまあバイクですから、開けるところは開ける、開けないところは開けないっていう走り方をすると、どうしてもね V テックに入れなければならない場面っていうのが多々あるんですよ。まあ、自動的に入ってしまうっていう言い方の方が正しいのかもしれないですけど、でそうすると当然ですね、やっぱり VTEC 音、やっぱこれねちょっと正直疲れてきます。正直やっぱりあの高速道路でロンツー行くとか、バイパスをずっと走っていくってなった時に、VTEC を、まあ、常駐みたいな感じになりますよね、要するに。そうするとね体に来る振動、耳から来るこの音のうるささみたいなものも相まって、少しねやっぱり疲労感はありますよ。確かにこれがね、まあ本当にいいところでもあるんだけど、あんまり良くないな、良くないっていうか、うーんって思う部分ではありますね。はい。であとはやっぱり思うのが、まあもちろんこれ中型のバイクになりますから、大型バイクではないので、取り回しがですね、やっぱり中型バイクの、まあ例えば160キロ台170キロ台のバイクに比べると、やっぱ取り回しがしにくいなと思う時はあります。あの砂利道なんかで例えば、バイクで方向転換しようと思った時にこう手で押して出す時なんかは、やっぱり重さを感じるなと、思う部分は確かにありますね。はい。であとは、まあ、先ほど一番最初に言ったつながりでもあるんですけれども、VTEC、これを多用すると燃費がめちゃくちゃ悪いです。マジで、あの VTEC にほんとずっと入れながら走ってると、もうマジで多分リッター10キロ台ぐらいしか走ってないんじゃないかなっていうぐらい燃費悪いです。なんか最近のバイクの中では多分かなり燃費悪い方じゃないかな。まあ、VTEC 入れずに走ればねそんなことはないんですけれども、そこがちょっとねうーんっていうポイントですね。で、あとはですね、ハーフカウルみたいなものが、取り付いてるので、ハーフカウルのせいだと思うんですけれども、やっぱビビリ音、微妙なこう振動ですね、細かい体にももうちょっと若干伝わるんですけれども、このねビビリ音、これがねやっぱり非常に、なんて言うんだろうな、分かりやすければ苦痛かな、心地いい、あれではないですね。あの短気筒のこの特有の振動とかそういうのではなく、ずっとビリ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 ってしてるような、ビビリ音が出ます。特に、まあ、アクセルなんか開けて、まあ、それこそ VTEC 入れると、だいぶビビリが出ますね、やっぱりね。これがちょっとうーんっていうポイントですね。あとはまあそうですね、それ以外はまあそんなに乗ってて、若干ですけれども、ブレーキが甘いなとか思うところはありますけれども、ただまあスポーツバイクではないので、まあそんなにね問題ないかなとは思います。
あとは、まあ、これはもう本当ボルドールが悪いわけじゃないんですけれども、スーパーフォア、スーパーボルドール両方そうなんですけど、値段が上がりすぎ、マジ高騰しすぎ問題ありますよね。だからこれ本当にこの動画作ってて、まあスーパーボルドールとあの乗ってくれる人が増えればめちゃくちゃ嬉しいなと思うんですけど、個人的にいや高いっすよねマジで。いや本当に高いっす。あの本当100万円台がもう到達しそうな勢いですから、まあ、物によってはね もちろん100万超えてる車体もあるんですけれど、っていう感じですね。まあ、その辺がちょっとこう難点ポイントやな本当に。でまあこれからはね、いいところもちょっと言っていきたいなと思うんですけれども、正直これも本当個人的な意見ですけれど、まあ 400cc なんであれなんですけれども、馬力もあるし開ければ出ていく力を持ってるので、正直ね僕はですよ、これ乗ってたら正直そんなに大型バイクになんかどうしても行かなきゃみたいな感じにはならないですね。あの大型バイクに行かなくてもある程度の満足感を得れるあのバイクだなと思います。あの特にこういう、ロンツーも含めて街中も含めて、これがねやっぱりいいところだなとは思います。正直僕いろんなバイクをこう市場で乗ったりもするんですけれど、最近はやっぱりこう流行りが 250cc、車検がない 250cc が結構ブームでもあるんですけど、やっぱりね正直250はやっぱり250ですよ。これは本当乗ってると分かりますね。もう走ってる感じがやっぱり250で走るのと400で走るのではもう全然違います本当に。まあそこですね、まあそれがだから、まあ大型バイクに乗らなくてもいいぐらいの満足感を得れる、まあ、これがね本当いいところだなと思います。あとはやっぱり教習車バイクに選ばれるバイクですから、エンジンがやっぱりねどこの速度域、まあ低速域、もちろん低速トルクがもう本当バカトルクみたいな、もう本当お化けトルクなんで、低速域はめちゃくちゃ扱いやすいし、まあ、正直本当エンスト絶対戦じゃろうなっていうぐらいのトルクの強さ感を感じるので、低速域は扱いやすい。でそこから先の中速域、これも扱いやすい。であとはまあ要するにさっきも言いましたけど VTEC 入れてからの上、がドーンって出ていくあの凄さみたいなものを持ってる。でここも別にそのトゲもなく扱いやすさも出せるのでいいところだなとは思いますね。あとはまあ VTEC 入れずに走ればまあ燃費はいいのかな結構。まあまあまあ最近はねもう本当リッター30ぐらいのバイクが出てきてるんですよ。それに比べるのはあれですけれども、まあ全然問題なくいけるんじゃないかなと思いますね。であと多分ねこれにやっぱり 400cc っていうのが、まあ、日本の規格みたいなものですから、なんていうんですか、日本のこういう普通の公道を走るのには本当にこう扱いやすいというか、まあ、うまいことハマってるなっていうバイクですね。ザ日本で走るバイクみたいな感じだと思います。なんかどの速度域もこう安心して走れるし、でね、結構ねこれ僕前も言いましたけれども、ボルドールで峠を走ったりもしましたけれども、結構ねコーナリング性能もねいいんですよ。コーナリングもね非常にしやすい、スポーツバイクの方がもちろんそれはグイッと曲がっていく鋭角に曲がっていく力ありますけれども、いや全然ねこれで十分峠攻めれますよ正直。本当にぐらい扱いやすい感じです。まあそんな感じになりますね。いや本当にねこれマジで皆さんまあ多分バイクの免許取って何のバイク乗ろうかなって思ったら、今流行りがやっぱりフルカウルが今もうもちろんブームなんで、もうフルカウルの選択肢が増えてるだと思うんですけれど、いやマジでボルドールにね一回こうね本当にまたがってみてほしい。めっちゃいいっすよマジでいい。まあそんな感じの動画になります。